マジ、ほんとこれ全然違う。あーですかね。やっぱりね、俺毎月通ってて、やっぱりやってること違うのもわかるし、で、ね、やっぱりこんなに早くこの首の痛みとかが取れるなんて、これマジなかなかないですよ。そうですよね。今までなら多分最速。そうですよね、うん、これ早いんですよ、本当に。いや、マジマジ、本当にマジマジ。これすごいいいんです。先生のところ1年以上通ってますけど、はいはい、多分今日が一番最速。そうですよね。これ本当に早くなったんです。5分なんで。まだ5分なんです。ほぼ5分でできちゃうんで。うん、はい、あーやー、ただまあここでまあ一旦あの揃えて整えた状態にして、うん、まあよりこうちょっと細部もやっていくっていうか、うん、感じですね。あ、ちょっと歯も痛いですね。歯痛いですね。やっぱちょっと、うん、針が絶縁ですね。いやー、でもこの首と肩の痛みのトレプリが、これはね、ぜひちょっと俺も参考にしたいな。はい、ぜひぜひ。ソフィアすごいですね。ソフィアすごいとか、そうですね、ソフィアはすごい、いろんなところで教えてるテクニックだとか、DVD とか本とか、結構いろいろ入れてるんですよね、情報を。すごいですね。やっぱその先生の、院長先生はすごいですね。でも生徒さんからも集まってり、そういうの好きな生徒さんもいるので、マニアックな、そうなんですよ、僕買ってよかったんで持ってきましたよとかいう方いるので、おかげさまですね。素晴らしいですよ。でしかもこうやってもうすぐに結果が出るっていうね、はい、必要性のあることをやってるっていうのは、そうすごいですね。本当にいいとこです。なんか変にこだわってないんですよね。このやり方だけでやればいいみたいのがないので、すごい、別にやりやすいやつやればいいんじゃないみたいな。いっぱい教えてくれて、その中で自分の好きなの選べばいいみたいな感じなので、学校のリンクも貼っておきます。いや、それ院長喜びます。いや、やっぱね、そういうあのところはやっぱりすごいいい、これは学校だと思います。そうなんです、本当にいい学校ですよ。リーズナブルだし、他でね、あの学校と同じ内容をとあの習得しようと思ったら3倍ぐらいはお金払わなきゃじゃないかなっていう、それぐらい安いんですよ。かなりお値段を抑えてやってくれるんで、ぜひそういうのはやっぱり広めた方がいいですね。そうなんです。だからいい学校なんで、私講師アシスタントやってますから。ちょっと宣伝いたします。嫌われるんでしょうけどね。いや、でもね、やっぱいいものはね。あ、でも本当普通にそうなんです。別に誰のためとかじゃなくてね。やっぱね、おすすめですよ。そうそうそう。で、まあ、みんなさ、上手くなってほしいですしね。そうですね。やっぱなんだかんだ言ってこう宣伝にお金かけたりしてるところが持ってっちゃうところあって、なんかね、もったいないんですよね。本当にいい学校はあんまり知られてなかったりするので。もも張ってますね。あ、ありがとうございます。やっぱこれがないと、ね。そうですね。これトーク戦の得意分野だ。言ってくれるとありがたいです。全然違いますよ。これ驚きますよね。本当にびっくり。これね、すごいテクニックだと思うんですけど。いや、本当本当本当。逆に凄さが分かんないんですかね、まあ、ある程度知ってる人というか。どうなんですかね。ねえ、じゃないとなのかな。だからあまりにもスマートにやってるから、普通に思っちゃうんじゃないですかね。ああ、もうなんか、そっか、特に言わないですからね、私も。だってこう揺らして、うん、緩みました、はい、あ、どうもそういうあ、なんか普通に受け入れやすいんですかね。あ、なるほどみたいなぐらいで、なんかすごい技でね、ってやって、どうですかって言ったら、あ、なるほど、すごいしね、確かに、確かに、ちょっとなんか一瞬だったりアクロバティックだったりすると、ってなるけど、5分ぐらいやってるから、そういうもんかなみたいな。そう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 、なるほど。なんか
多分受け入れやすいんでしょうね。ああ、それ来ましたね。はい、うん。大丈夫ですか？強いですか？今日は大丈夫です。今日は大丈夫。前はもうちぎれる、三時がちぎれるかもしれない。やっぱり状態は、ま、その時よりも、ね、いいっぽいですね。今いいですね。うん、まあ多分乗っかり方もすごい、ね、はいはい、技術上がったんですよ。ああ、そうかもしれないですね。ちょっとなやり慣れてきて。あの時なんか、確か、うんうん、まだ覚えたてだったような気がする。あ、確かに。ちょっと覚えたんでやっていいですか、ね、そう、そんな感じですよね。覚えてます。とりあえずやってみるっていう感じで、そうそうそう、やってみてくださいって感じで、すいません、いいえ、あのもう本当にね、本当にもう全然何でもありなんで、あ、全然痛み変わりましたね。あそこにちょっと、ここがね、こっちですよね。ちょっともうかかってきますね。やっぱトーク線が効くんですかね。トーク線効きますね。それ振動とか揺らすっていうなんかあれがやっぱこう、そうですね。ちょっと細かなバイブレーションというか、全体的にやるっていうのがポイントになってるのかもしれないですね。チェーン店とかは道具使うのは、うん、あ多分ね、確かに確かに、うん、やっぱやらないと思いますよ。そうですね、うん、そういうこともありますね。なるほどね。どうせ事故起こすとかなんかね。確かに導入するとなるとなんかいろいろと問題がまた発生する感じはしますね。個人でやる分にはね、なんか、うん、いいんですけど、企業はいろいろそうですよね。リスクを取りますね、考えちゃいますね。うんうんうん、ありますね。でそれだけ人数分用意するとかなってくるとお金もねかかることですしね。まあ、せいぜいなんかね、いいオイルとかいいクリームを用意するぐらいですかね。そうですね。指だとね、ちょっときつかったりしますけどね。あ、これいいな。あ、この振動、膝裏いいっすね。ありがとうございます。ちょっと軽めにしてね、叩くと。なんか気持ちいい。なんか隙間が開いていくような。ああ、でもそうですね。そういう感じですかね。膝が縮みがちですからね。なんだろう。新感覚。新感覚。うん、他では確かにないですもんね。日常に絶対ないやつですね。多分膝裏やってもらったの今日初めてじゃないかな。そうですね。膝裏今までやってなかったですね。今日なんかすごい先生、なんか神がかってると、すごい。調子いい日ですかね。いやー、いつも調子いいですけど、今日なんかちょっと群を抜いてね、ちょっと違います。よかったです。だって5分で肩と首の凝りを取っちゃうっていうね、なんなんだろう。
何をだっけ、まあ、揺らしたんでしょう、ね、揺らしましたちょっとね、今日はやばい神回かもしれない神回サムネのタイトル決まりましたね神回マジマンジでもいいんじゃないですか、マジマンジマンジ、ゆらしマンジ、ゆらしマンジ、マンジいいですねあ、ああ、痛みがない、はい、あ、すごい、いや、すごいですね、なかったです、そうですね、緩んできましたね、だいぶ、あ、やっぱすごいな